あ、おかえり。え、あ、ちょっと今ね、ミルクちゃんと遊んでた。おかえり。買い物、あ、いいよ。よしと。もうすぐさ、父の日だけどさ、プレゼントどうするよ。あね、どうしよっか。最近さ、めっちゃ疲れてる感じじゃない？確かに。ずっと起きてる。夜も起きてる。朝まで起きて。寝倒れて寝てるの。なんか寝るときにさ、疲れが取れる効果のやつあったらよくね。ああ、そうだね。それめっちゃいいかもね。これとかどう？何？なんか疲労回復効果のあるパジャマ。こうだってパジャマ疲労回復効果。リカバリーウェアってところいいじゃん。あ、じゃあ俺こういうのこれ見てくるよ。え、うん、じゃ買ってくれんの？おいしいよ。ちょっと値が張るんだよね。ちょっと君たちも貸してくれない？どうする？他の何かどうしようか。こういうとこいいんじゃない？おお、いいの。うん。どうしようかね。おかえり。おかえり。うわー、これがね、リカバリーウェアです。ここまで行ったやつなんですかね。ちょっと見てみてください。先見ようぜ。ちょっとお父ちゃんに先に。え、なんかこれと短パンだね。短パンと T シャツか。かっこいい。かっこいいね。かっこいいね、これ。いい色選んだね。で、ネイビーか。これ、紺色か。おお、触り心地めっちゃいい。かっこよ。これね、すごいわ。触ってほしいな、一回。結局さ、このバクネってどういう機能があるの？これね、疲労回復する効果のあるパジャマなんてさ。でね、ちょっと見ても分かんないけどさ、それ特殊な繊維使ってるらしくて、で着るとね、血行が促進されて、で肩こりとか腰痛とかなんかその辺の緩和にね、効果があるんですよ。お父さんさ、腰痛いって言ったからめっちゃちょうどいいね。そうだね、めっちゃいいかも。ちょうどいいと思う。はい、お父ちゃん。はい、お父ちゃん。ちょっと理解。ちょっとね、今日ちょっと予約したとこあるから、ちょっと行ってきて。何ちょ、いいからいいから。ここちょっと予約したからね。何これ。ちょっと行きたいから。どうするかやりたいから。ちょっと行ってきて。悪いこと。全然。もう全然安心してください。大丈夫です。大丈夫。とりあえずちょっと行ってきて。そしたら行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。はい。じゃあ楽しんでいきて。楽しむとこなの。楽しんでいきて。飲めでしてくれ。飲めでいい？飲めでいい。ありがとうございます。はい、早めます。ますますわからんけど。まあ、行ってくる。ありがとう。はい、行ってきます。汚っ。ね、なんだかんだ一番汚いね。物競いみたいな感じね。片付けようか。勝手にね、その通りだ。これ懐かしくね。これアルバムとかだよ。ああ、そういうことか。懐かしいのいっぱいあるかもね。これは？これ君ら？いや、俺らじゃないけど、なんか、なんだろう。こっちでも広島って書いてる。マジ？ああ、そっか、言ってたじゃん。広島に行ってた。引っ越してたの？うん。1980。え、ちょっと待って。こっちおいて。はい。これ似てんな。はい。こ日焼けめっちゃしてんじゃん。これ小学校か。え？マジでそっくりやん。全然違うでしょ。いや似てる違う。可愛い顔してんな。今日予約のです。よろしくお願いします。すみません。気持ちいいです。いや、こういうのやったことないんで。いやーないですね。僕お風呂にあんまり浸からないんで。シャワー派ですか？ほとんどシャワーですね。年に何回かしか入んないレベルの入らなさなんですよ。そうですね。はい。なんか日々のねぎらいというか。いやそうですね。まあ父の日ってことで予約してくれたんですけど。ありがたいですね。いやありがたいですね。やっぱあれですか。はい。頭皮って柔らかい方がいい。もちろんそうですね。そうなんですね。その畑の土みたいな形になる。なるほど。形だと。ちなみに僕のはどうですかね。そうですね。固め。固め。ほぐしがいがあります。耕しがいが。ありがとうございます。はい。グレーありがとうございます。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。今度は個人的にお会いさせてもらいますので。はい。お待ちしておりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よしやるぞ。やるぞやるぞ。はーい。集まれ。よいしょ。一回類別決めよう。ちゃんと。卵やりたい人。でもいいじゃん、なんか作ったの見たことない。そんなことないんじゃない？おいいいよ、見てるよ、やってるよ。もう散々やったね。どっちが料理うまいじゃん。どっちが野菜と魚切る担当。じゃあ俺は魚とか野菜切ろうかな。じゃあ俺は酢飯作るわ。オッケー。じゃあここにコメント仕込んでください。はい。ドカンと。本当にドカンといったら壊すなよ。おお。切りたらもったいです。いいよ。まあちょっとでいいよ、今食べたから OK、よし、じゃあその調子でお願いします。ちょっとごめん、すいません。いいねー。よし、じゃあちょっとこっちの魚お任せします。はい、じゃあちょっとその間に三男くんはね、ちょっとマヨコーンやらツナコーンやらちょっと一旦このぐらいにしとこうかな。一旦おいしくて箸持ってってくれ。いいよ。ナイス、コーン次は、はい、そちら、ナイス、マグロお願いします。筋がすごいな。筋がすごい。めっちゃ硬い。切れてる、ちゃんと。切れてないよ。切れてない。ふっ、あっ。いいんじゃないの、これ。オッケー、ごめんね。はい。気をつけて、うわ、ここは持ち方か。大丈夫。あ、大丈夫。気をつけないと。見てろって。口だけじゃないともう一切やるから。うまい。甘いやつがいいな。甘いやつ。だし巻きの甘いやつでしょ。ちょっとずつやればでっかい卵焼きになる。砂糖多め。じゃあ待って、あ、大丈夫それ味確認しながらとかじゃない。マヨネーズとか入れないんですか？うまいね、混ぜるの。ちょっと油多め。ちょっと多かったかな。多かったね。あと多分全然熱量が足りてないね。見てろって大丈夫だって。あ、そうだよ、見てなくて口出してごめん。あ、なんかぐちゃぐちゃにしなかったってことだな。今やんの、今ぐちゃぐちゃにするの。ちょっとちょっとまずいたくさんやめろ、違う違う違う、見てろってやめろやめろ。いやうるせえ、走ってやめろ、走っておお、いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいね。おいじゃん、俺失敗すると思って買っといたんだよね。何を？おーい、だし巻き卵やめろやめろ、ちゃんとしたの出すのやめろ。あ、おかえり。おかえり。ただいま。どうだった？めっちゃ気持ちよかった。よかった？すごい、ありがとう。よかった。びっくりした。ヘッドスパだったんだね。ね、でしょ。ありがとう。よかったよかった。どう？うん、よくなったかな？多分わからんけど。わかんない。うわ。すごい。すごい。マジ？手巻き寿司？そう、手巻き寿司。うわ、よかったね。久しぶりだね。久しぶりだ。ありがとう。うわ、食べようよ。ちょっとね、そう、その辺にして、オフライン引き。一旦オフラインって、そう、一旦。まあ、外出たからね。はい。なんか意味深だよね。出た、アフロ。うい。ありがとう。まあ、一旦ここ座りだよ。何？怖。一旦ここ座りだよ。何？ちょっと、そのお父さんに、ちょっとこれ、渡したものがあります。こちら。何これ？何だと思う？当ててごらん。黄色いパンツ。そうなんだよ。そうなの。新しい。先に。はい。父の日の。プレゼントです。そういうこと。ありがとう。まず中見なよ。え、なにこれ。黒い。なにこれ、すご。え、めちゃくちゃ触り心地がいいね。一回着てみてほしい。うん。ズボンも入ってるから。うん。そうなんだ。そう。あ、ここで着替えんの。あ来ました。おお、めちゃくちゃさ気持ちいい。いや、気持ちよそう。ちょっと触ってみ。おお、違う。いや、本当に気持ちいい。俺も使えよ、この買って。やだよなんか柔らかいからなんか着てないみたい。あ、そうなんだ。軽いんだ。めっちゃ軽い。ちなみにさ、これって外行ってもいける？いい？いいんじゃない？いいよね。全然いいと思う。行くつもりだったけど大丈夫だよ。どう？いいや。いいね。涼しそう。いいじゃん。結構いるよ。結構いるよ。こういう人？いない。そういう人いない。そういう動きしてる人。みんなありがとう。じゃあもうそろそろご飯食べよう。お腹空いた。すいません。よろしくお願いします。いや、みんな本当ありがとう。ありがとうございますって、ありがとうございますって言うんじゃん。はい。触ってみ、もう一回。キモい。キモいから。普通に。手をしてください。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、私ね。はい、そうですよ。とんでもねえ。はい。いただきます。いただきます。乾杯。どうぞどうぞ。ありがとうございます。どうぞ。ああ、どうぞ。え、これどうしたの？え、それ？あ、そうだ。お兄ちゃんがこれ焼いてくれた。はいはい。え、これ動画あるからちょっと後で見てほしい。オッケー。サーモンもらっていい？俺もサーモン行きたい。これちょっと待って、でもこれあんまり言うと喧嘩しそうだから。あ、もう全然もう負けない。海鮮丼だって全然負けないもん。うまっ。うん。ああ、もう。美味しいと思ったらだし巻き卵たったやつだった。いや、とっても美味しいよ。いただく。ネギトロ、これめちゃくちゃ美味しい。ネギトロね。ネギはないけど。ネギトロってネギのネギじゃないから。え？ネギトロのネギ。そうなの？ネギトロのネギ。うそ。だから別にこれだけでネギトロとは言う。そうなんだ。ちなみにこれはマグロのたたきだけどね。何種類ぐらいやってる？一つしかやない。あ、じゃあ俺も30円にしよう。恵方巻きやないかこれ。どっちだっけ？じゃあ恵方巻き行かせていただきます。あれ。ほんとさ、なんかもう軽やか。ほんと寝るのが楽しみだわこれ。よかったよかった。羨ましい。リカバリーユーヤって言葉自体あんまり聞いたことなかったけどね。よく調べたね。まあもともとパリアマって調べて、そこにちょうど書いてあったんですよ。あ、そうなんだ。え、ジェナ君が調べたの？そう。やる。すごいリカバリーウェアってやった。名前かっこいい。名前かっこいいよね。それかっこいい。名前がかっこいい。負けた方が。行こう。行くよ。じゃんけんしようか。やろうぜ。行くよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、腹がいっぱいだ。ありがとう。あ、本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。手を合わせてください。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとう。本当ありがとうみんな。はい。溶けて寝たい。え、父さん今日もここで寝るの？もう寝させてよ。しかもこれ早く寝てみたい。父さん今日俺とお兄ちゃんで2階のお父さんの部屋片付けといたから。そうなの？はい、皆さん今回の動画もお楽しみいただけたでしょうか。今回なんとこの動画を見た人限定でポテンシャルの全商品が 15% オフになる特別クーポンを用意していただきました。概要欄に載せてあるので、ぜひ見てください。あと商品のね、触り心地とかサイズ感をね、実際確かめたいよっていう方は、ポテンシャルさんのオフィシャルストアがあるので、ぜひ足を運んでみてください。で、その時にですね、父と子つなぐお弁当を見たよとお伝えいただきますと、15% オフでお買い物ができるみたいなので、ぜひ実際の店舗で商品を手に取ってみてください。ちょっとね、チャンネル名言うのは恥ずかしいので、店員さんにこっそり言ってみてください。それではね、もう少し動画も続きますので、お楽しみください。おはよう。おはよう。早いね。おはよう。早いね。早い。寝れた？よく寝れた。よかった。なんか食いワインとかもこう全然気にならないしさ、なんか寝返り打ってもなんか本当にストレスが全くないって感じ。よかったね。じゃあ持っていくよね。いや今日俺学校ないよ。